とある暖かい日、ちょいとブリ姉さんと散歩へ出かけてみることにしました。何かいた？何かいた？水路の脇を覗くとアメンボが泳いでいました。田んぼに水が張ってきたよ、ほら。徐々に田んぼにも水が流れ込み、田植えシーズンの始まりです。田んぼのあぜ道を歩いていると、これから田植え作業をするダンディーの方に出会いました。とても動物のことが好きらしく、ブリ姉さんも犬好きな人のことはわかるみたいですね。田植え作業頑張ってください。はい、暑かったね。今日は暑いぞ、ブリちゃん。この時期になると、ブリ姉さんの母は一層激しくなります。機関車が始まったね、ブリちゃんの機関車。ブリちゃん、水飲もう。よしこ、よしこ。家に帰ると、なぜか散歩へ行っていないポン吉シャディオが水をガブ飲みしていました。足元を見ると、ラロージが行ったり来たりしていました。もしかしたら寝床を探しているのかもしれません。リンパイセンは散歩へ行けなかったのが不満らしく、お風呂の桶を破壊していました。めちゃめちゃ壊してますやん。謎のツーショット。また連れてってあげるから許してちょんまげで。